少領集は空海の監視文集、十巻。変者は弟子の神勢、成立年不詳。正しくは、返上発揮少領集。空海の死、悲鳴、状表文、刑、願文などを弟子の神勢が修正したもので、十巻からなる。正確な成立年は不明だが、遅くとも空海が没した、上は二年をさほどくだらない時期までに成立したとみられ、 日本人の個人文集としては最古。十巻中、巻八巻十の三巻文は早期に散逸した。現行の少量集巻八巻十は、上略三年、任の字の聖明らが空海の異文を編んだ、続編上八起少領集補欠賞三巻である。なお、聖明の補欠賞は、散逸した巻八巻十そのものの復元を図ったものではなく、 後世の偽作と今日では判定されている作品もいくつか含んでいる。少量集の序文によれば、新勢は、主空会が一切倉庫を作らず、その場で書き写しておかなければ作品が失われてしまうため、空会作品を後世に伝えるべく、自ら傍らに自して書き写し、指数にして約500枚に及ぶ作品を収集した。そして、これに、 の人々が死とやり取りした作品から秀逸なものを選んで加え商量集10巻を編んだという一般的には商量集の編纂過程はこの序文の内容に即して理解されているしかしながら新勢が15歳で出家し空海に弟子入りしたのは公認5年なのに日当時などそれ以前の作品も商量集に多数収録されている序文には。 新勢が書写する以前の作品がどのように収集されたのか説明されていない。飯島達夫は空海が日当時から将来の文集編纂を機として自らの作品の写しを取っていたほか、個々の作品に表題を付して10巻に編む最終的な編纂作業にも関与していたと推定している。巻後の収録作品と同じものが単体の巻小本として伝存する。 エッシュ雪土史に孔て、内外の継承を求むる経営、本国の使いに与えて、共に海らと後継は、筆跡などから空海親戚の控え分と判定でき、さらに余白に付された表題も空海親戚と見られ、最終的な編纂作業に空海が関与していたことが伺えるという。空海は24歳の時に表した、諸女作、老古指揮の序文で、 従来の中国と日本の文学を通列に批判し、文学における芸術性と真理の両立を理想として掲げている。そして、その文学改革の志は、少量集牧一の冒頭、山に遊んで線を忍ぶ風太の序でも表明されている。文学の改革者たらんとしていた空海が、自らの作品を後世に残そうとしなかったはずが、ないし、 収録作品の選択や配列といった最終的な、編纂作業に、空海が関与していた可能性も十分考えられよう。少量集の新税編さ文である、県一から牧七、までのうち、年代の明らかな作品で最も新しいのは、天長5年2月27日の、友もゼッっ平生寺が、陸府に赴むくに送る歌である。公認14年1月20日の日付を持つ、 酒人来公主のための遺言を酒人来親王が没した天長6年8月のものとし、これを加減とする説もある。いずれにせよ、少量集は年代順でなく作品の種類別に編集されているので、失われた巻8巻10により、年代の新しいものがあった可能性はとしく、天長56年が加減とみられる。それが想定できる成立年代の上限となる。 成立年代をめぐる主な説は以下の通り。飯島たちを空海親戚の控え分の出現で判明した少量集の成立事情。日本気略天朝5年2月27日上による飯島市前景論文。渡辺昌光、宮坂優勝校中、三教指揮き少量集日本古典文学体系71解説。この点に関して飯島市は 延長9年は空海から高尾山を譲られた都市であり、それ以前から新税は高尾山に移住していたので不当とする、勝又都市のり、返上発起少量集と、高野雑筆集、底本工房大自然集大発刊の少量集解説。ありがとうございます。